今戸神社に来てます。今戸神社は縁結びの神様としても結構有名なんですけど、招き猫の発祥の地だったら沖田総司の、周辺の地というふうに言われています。なんか絵馬がいっぱいありますね。なんか願い事たくさんさせて、すごくいっぱいですね。それどこ、これどこじゃないですね。なんかところどころにいっぱいあります。のこまいですね。この時のこまい。もう一つ形ですね。これこまいがあります。玉を持ってたはずですけど、玉がなくなっちゃったんですね。これなんかちょっと可愛らしいですね。で療養中だったんですね。よくあの幕末のやつで出てきますけど、あの敗血症だと思うんですけど、血を吐いたりしてね、たんですけど、こういうのかなやってみたしね。でこちら今戸焼きという焼き物の発祥の地ですね。1763年の宮本の関係でできている。神社よりも招き猫の方が有名になってしまいました。基本的にこの神社も、二礼二拍手一礼です。で紹介されているし、のなで猫で猫といっぱい服が濃いと。携帯の待ち受け画面にして毎日のると願い事が叶うというふうに言われているので、携帯の待ち受けにすればいいんじゃないですかね。
多分新しく木を植え替えて木を植えてますよね。皆さん携帯の待ち受けにしようと頑張って撮ってますね。招き猫入りのおみくじとかですね。招き猫の鉄色でございます。なかなかシュールな。